違います。すごいですよね。すごいですね。普段のバレエのネクタは違うんですか？違います。なんかコンセプトはあるんですか？これはオードリー・ヘップバーンみたいな感じで、ちょっと新しいですね。そのイメージで、はい。すごいですね。踊りやすいです。軽くて薄いので踊りやすいです。短いから。そうですよね。ちょっと中身履かないといけない。ここから来たんだ。この3人の並びすごいですね。レトロな感じ。昭和感あります。下の色が、これ人物。
こしますか、これ隠していってわけじゃないじゃないですか足元未定なんですよ。あ、そうまだ決まってなくて。なるほど自分的にはどうなんですか、学校の自分は。いや、恥ずかしい恥ずかしいですか。恥ずかしいですね。双子なんですけど、男と女の双子で、その女の子が先にやってて、やってみたいなってなったのがきっかけでって感じですね。きっかけは、自分もともとミュージカルとか子役の方をしてて、バレエをやった方が表現がつくから、やった方がいいよって言われたのがきっかけで。そうですね。最初にその振り付けの先生から君たちは汚い感じねって言われてなんか汚い風ので行こうって言われててなんかそのもうちょっと汚してもいいかなっていう案は出てて本番までにどうなるかなって。それシャツまくらないやろ、
感じかなっていうイメージ像でやってみた。でもスイッチは切り替えるようにしました。なんか盛岡連でいるままだと多分できないって思ったので。いやでも楽しみですね。なんかこんな系統の服を着たこともないし、こんな髪型も生まれて初めてです。あんなポージングも初めてだし。